ウィチタ川の滝、ウィチタフォールズのテキサス州観光局支所近くから撮影、ウィチタフォールズはアメリカ合衆国テキサス州中部、ウィチタ軍に属する都市であり、同軍の軍長所在地である。アーチャー軍、クレイ軍及びウィチタ軍のすべてにまたがる、ウィチタフォールズ都市圏の主要都市である。2010年国勢調査では、 人口10万4533人となっている。市内には、シェパード空軍基地があるほか、石油ブーム時代の投資詐欺の産物として、有名な、世界最小のマテンロがある。姉妹都市としては、ドイツ、バイエルン州フィルステンフェルトブルックがある。1890年のウィチタフォールズ18世紀初期には、 ウィチタフォールズとなった地域に直東族インディアンが住んでいた。ウィチタフォールズは公式には1872年9月27日に生まれた。この日、市の誕生地である七番通りとオハイオ通りの角で町の区画の販売会が開催された。1882年にフォートワースデンバー鉄道が延伸され、この年に市はウィチタ軍の郡長所在地になった。 市は、鉄道駅から西方に成長していった。その地域は、現在鉄道駅広場歴史地区と呼ばれており、テキサス州歴史史跡に登録されている。1886年の洪水で市名の由来になったお市田川の滝が破壊された。その後100年か近く滝が存在しなかったが、市は、ルーシー公園の川側に人工滝を作った。 再生された滝は高さ54フィートあり、1分間に3500ガロンの水を循環させている。その光景は、週刊高速道路44号線の南キレーンから見ることができる。市は、現在中心街地域の再建と改修のための予算を確保しようとしている。中心街はかつて市の主要ショッピング地域であったが、 1953年に作られたパーカースクエアをはじめ、1960年代と1970年代の同様な開発、さらには1974年にサイクスセンターモールが開業するに及んで、新しいショッピングセンターの創設のためにその地盤を失ってきた。中心街では最後の大型小売店だったシアーズも1990年に、 サイクスセンターモールに移転した。中心街にある元シアーズの建物は1967年の建設であり、市の一ブロックすべてを使い、屋上駐車場もあった。ウィチタ郡内では1910年代に石油が発見され、多数の山市や労働者が押し寄せる石油ブームが起きたことがあった。郡の中心都市であるウィチタフォールズにはいくつかの石油会社や 関連企業、さらに石油生成会社の事務所があった。石油生成会社は、コンティネンタル石油が1952年まで、パンハンドル石油が1965年まで事務所を置いていた。どちらの会社も元の生成設備があった場所をガソリンと、石油のターミナル施設として長年使い続けている。 1964年4月3日、午後市の北部と北西部を呼び、シェパード空軍基地を破壊的な竜巻が襲い、死者7人、負傷者100人以上を出し、損害総額はおよそ1500万ドルに上った。この竜巻は全国的にテレビ中継されたものとして最初期の竜巻になった。テレビ局カウズ TV がスタジオのカメラを屋外に引き出し、 上五条の雲が、市の北西端に近づく方向に向けて、警戒報道したものだった。KFDX-TV も竜巻の生中継を行った。記者たちが外に出て、竜巻の動きを報告し、その後、ニュースディレクターのフレッド・ブルックスと、気象予報士のベンストリックランドが、スタジオに戻ってに方向ラジオ通信を行った。ウィチタフォールズ・タイムズレコードニュースのカメラマンが、 新聞社の屋上から、シェパード空軍基地に近づく、竜巻の写真を撮った。1979年4月10日火曜日の午後遅く、ウィチタフォールズ市の人口が多い南部を、藤田スケール F 号の竜巻が襲った。地元ではこの日を、恐怖の火曜日と呼んでいる。この竜巻は、周辺地域で起こった30個の竜巻の一部だった。 大変な気象条件が差し迫っているという予報が1時間近く前に出ていたにもかかわらず45人が死亡、1800人が負傷した。これは多くの人が仕事場から来るまで家に帰っている時間帯だったからだった。この竜巻で2万人が家をなくし、被害総額は4億ドルとなって1999年に ムアオクラホマシティ竜巻が起こるまでは一つの竜巻による被害額として全米最高額となっていた。ウィチタフォールズは北緯33度53分49秒整形98度30分54秒、北緯33.89694度整形98.51500度、33.89694-98.51500 33. に位置する。 オクラホマ州との宗教から南に15マイル、フォートワース市からは北西に115マイル、オクラホマシティからは南西に140マイルの位置にある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は70.71平方マイル、このうち陸地は70.69平方マイル、水域は0.02平方マイルで、水域率は0.03%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2006年の推計では、ウィチタフォールズ都市圏の人口は145,528人となり、2000年国勢調査による人口より4%減少している。ウィチタフォールズの新聞は、日刊紙、タイムズレコードニュースと週刊誌のザニュースミラーがある。ラジオ局は、 FM10 曲、FM AM1 曲、テレビ局は4曲を視聴できる。市内では100年続く国内最大の自転車チャレンジ競技会であるホッターン、ヘルハンドレッドが毎年開催されている。多くのセミプロ、開発途上及びマイナーリーグのスポーツチームが市を本拠地にしている。ウィチタフォールズドリラーズは、 セミプロのアメリカンフットボールチームであり、所属リーグや国内選手権で何度も優勝してきた。ウィチタフォールズ・キングスもセミプロのアメリカンフットボールチームであり、ウィチタフォールズ・テキサンズはコンティネンタルバスケットボール協会所属、ウィチタフォールズ・フィーバーはローンスター・サッカー連合所属、ウィチタフォールズ・スパッダーズはテキサスリーグの野球チーム、ウィチタフォールズ・ワイルド・キャッツは ジュニア A のノースアメリカンホッケーリーグ所属、ウィチタフォールズラフネックスはテキサスカレッジエイトリーグ所属である。ルーシー公園は広さ170エーカーあり、マルタゴヤ、アヒル池、遊戯場、フリスビーゴルフコース、ピクニック場がある。ウォーキング、ランニング、自転車あるいはローラースケートに適した舗装路がいくつもあり、再生された滝に行く。 川沿いの道もある。オフロード自転車やハイキングのための未舗装道路もある。ウィチタフォールズ市は、市政委員会、シティマネージャー方式を採用している。市政委員会は6人の委員と1人の市長により、構成されている。テキサス州議会では、上院の第30及び下院の第69選挙区に属している。連邦議会下院では、 テキサス州第13選挙区に属している。2010年時点で、州議会会議員以外は、共和党議員が務めている。テキサス州刑事司法部ジェームズ・ V オール・レッドユニットが、市内の中心街から北西4マイルにある。アメリカ合衆国郵便公社が、ウィチタフォールズ郵便局、モーニングサイド郵便局。 ブリッジクリーク郵便局及び、シェパード空軍基地郵便局を運営している。市内には、ミッドウェスタン州立大学がある。この大学は4年生、認可カレッジであり、学士号と修士号の双方を発行することでは、テキサス州で唯一の独立系一般教養カレッジである。近くにある、バーノンカレッジの分校では、準学士号、資格認定及び、 職業能力開発プログラムを提供しており、また本校がプレーンビューにあるウェーランドバプテスト大学も分校がある。市内の公共教育はウィチタフォールズ独立教育学区とシティビュー独立教育学区が管轄しており、ブライトアイディアチャータースクールがある。いくつかの宗教系私立学校もあり、そのうち最大のものはノートルダムカトリック学校である。 小学校の多くは就学前児童のためのヘッドスタートプログラムに参加している。ウィチタフォールズ独立教育学区、その住所に基づく特定学校への入学を強制しないことではテキサス州で数少ない教育学区の一つである。その代わりに、すべての学校は生徒を引きつけるためにマグネット教育プログラムを用意している。 ウィチタフォールズ独立教育学区に属する4つの学校が国際バカロレアプログラムに参加している。ヒルシ高校は IB ディプロマプログラムを提供している。他の3校は候補校である。ウィチタフォールズは週間高速道路44号線の西終点である。市内に入るアメリカ国道としては287号線、277号線。 281号線及び82号線がある。修道240号線は市内に終端があり、道79号線は市内を抜けている。1954年に市と軍の有権者が承認した、市と軍を抜けるいくつかの高規格道路の通行券を買収するための再建が発行され、 アメリカ国道287号線の一部として1958年にオープンした区間を手始めに、ウィチタフォールズのような大きさの都市としては高規格道路の総延長が最も長い部類になった。アメリカ国道287号線は、ブロード通りとホリデー通りが8番通りに交わる地点から北西に、ウィチタ側を渡り、 ルーシー公園とスコットランド公園を分断して、オールドアイオアパーク道路に至る道であり、当初の経路に沿っていた。その後もアメリカ国道82号線の東に、ヘンリエッタに向かう部分と接続され、アメリカ国道281号線の南に、ジャックスボロに向かう部分、アメリカ国道287号線の北西に、アイオア公園とエレクトラに向かう部分、 週刊高速道路44号線の北に、バークバーネットとレッド側に向かう部分、さらに週刊高速道路44号線のオールドアイオアパーク道路から、市の北側にある、アメリカ国道287号線、市線325号線インターチェンジまでと、市線325号線がこのインターチェンジから、シェパード空軍基地のメインゲートまでの部分と、接続されていった。 しかしこれらの道路をつなぐ、市内中心街のホリデー通りからブロード通りまでほぼ13、ブロックは地上の交差点と信号機がある状態が続いた。この問題は、高稼働が完成した2001年になって解消された。アメリカ国道82号線と277号線について、ケルブールバードに沿って、 高規格道路を建設する計画が1967年に始まり、元は鉄道が敷かれていたルートなどの通行権を獲得して、現在の速道を建設する第1段階が1977年に完工し、ブルックアベニューの東から西向きにケンプブールバードまで高規格道路の高架部分とデイリーランプが1989年に完成した。 さらにケンプブールバードからバーネット道路までが2001年に完工し、バーネット道路から西向きに FM369 を過ぎる道が2010年に完工した。現在アメリカ国道277号線をウィチタフォールズとアビリーンの間で連続した4車線高規格道路に改良する工事が進行中であり、これと結ばれる予定である。 グレーハウンドがウィチタフォールズから他の地点への都市間バスを運行しており、街の外にあるジョリー停留場をターミナルにしている。ダラスフォートワース国際空港にはスカイラークバンサービスが毎日数便、シャトルバスを運行している。ウィチタフォールズ市営空港ではアメリカンイーグル航空がダラスフォートワース国際空港まで毎日5便を運行している。 ヒカプダウンタウン空港とウィチタバレー空港は小型民間飛行機が利用している。ありがとうございます。